小村神社前駅は、高知県高岡郡日高村下郡にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅名は、近くの小村神社にちなむ。駅名表には、愛称として、小村神社の別名である、土佐にの宮が付けられている。JR 四国発足以降、四つ目の新駅である。日高村に予定されている、産業廃棄物処理施設建設に伴う、 地域振興策として建設が決定し、2008年3月15日に開業した。JR 四国では、駅番号設定後初の新駅となり、K08 から1という枝番の形で番号が定められた。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームと短い上屋があるのみの簡素な駅である。ホーム頭端にスロープ式の出入り口があり、 自動券売機が設置されている。オペンダタウェブ、サイト高知県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABC、平成20年3月代夜改正について、四国旅客鉄道、オリジナルの2007年12月23日時点におけるアーカイブ。 Www. h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 2 2 3 1 4 4 8 0 3 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3ニュースプレス07から12から 20-03htm2016 20, 年9月28日閲覧 日高村に来春 JR 新駅参拝新工作で、高知新聞、オリジナルの2007年9月28日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org//web/20070928093940/http://203.139.202.230/。 &NWSRL イコール 214839&2Y イコール 1&NWVT イコール KND。ありがとうございます。